皆さんこんばんは。11月25日月曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。皆様改めましてこんばんは。沖縄支局のボギーテドコンでございます。私、沖縄で本当に自分だけじゃないかと思うぐらい浦添新基地反対、埋め立て反対と公言をしているんですけど、どこのメディアも取材に一切来ない中、久しぶりに沖縄タイムズさんに乗っけていただいたんですけどね。いや本当に光栄なことでございます。その光栄なね、今回の一件につきまして、今日はこの放送の中で皆様にいろいろ事実をお伝えしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。はい、皆さんこんばんにゃん。はい、もうすぐ娘の運動会で、娘は普通のかけっこに出て、私はスキップリレーに出るんですけど、はい、今年こそはもう2人揃って1位になるぞと、はい、張り切って練習をしている美咲です。よろしくお願いします。はい、本当にこの南の島沖縄もね、なんか暑くなったり涼しくなったり、寒くなったり、はい、ここ2日ぐらいは思わず扇風機を出したぐらいね、なんか暑くなってたんですけど ね、 ね、はい、今日はちょうどいいぐらいですよ ね、 すね、はい、美咲ちゃんのいでたちも今日はいかにも秋を感じる、はい、はい、園児色の洋服でございまして、まあファンの皆様にとりましては本当にたまらない格好かななんて思いますけど、今日も来る時にはもうエアコンかけて私来たんですけどね。あ、エアコンね、なかなか本当に涼しくならないですよ。そういった中で今日はですね、はい、いろんなお話がある中で、いつもあった首里城の話とかも出てくるんですけど、もう皆さん聞き飽きてもううんざりだっていう人も多いんで、今日はせっかく、はい、沖縄タイムズさんが素晴らしい記事を上げていただきましたんで、それにつきましてね、よもやま話をご紹介をしていきたいと思っております。普段でしたらここで、今週の自衛隊ということで自衛隊の、掲示板の方をご紹介させていただきますが、今日ちょっと時間がなくて撮影ができませんでしたので、来週改めてまた、広報でしたいと思います。さて本日のメインイベント、はい、これでございますよ。まずはフリップをご覧ください。ドン。新聞という権力による反基地活動家擁護と一般人への言論弾圧ということでございまして、はい、これを聞くと、とんでもないことが起きてるんじゃないかというふうにみんなびっくりするかと思いますけど、いや沖縄では当たり前のようにこういったのが起きてるんですよね。実は、県知事選挙の時もそうでしたし、私の友人がこの沖縄の新聞にですね、必要に追いかけられ、問題化されて仕事を失うという状態にもなったことがあるんですけど、この新聞というのは権力を監視するなんて言ってるんですけど、沖縄ではまさに権力そのもの。新聞というのは普通は新聞紙ペーパーなんですけど、はい、沖縄ではですねペーパーではなくゴッドなんですよね。新聞紙の紙は紙ではなく、ね、ペーパーの紙ではなく神様の紙と書くのが沖縄の新聞の姿じゃないかというふうにね、私は思っております。実はどのように取り上げられたかというと、はい、実はおとといの新聞にこういった記事が出ました。皆さんご覧ください。トン。
はい、これは沖縄タイムズさんの、記事なんですけどね、はい、この中で赤丸をつけたところが、これが、はい、実はここに、ね、結構でっかくわざわざ載っけていただいております。それ拡大してみるとこういったことが書かれております。トン、香港取材中にデマ攻撃。はい、沖縄から香港に通い抗議行動の取材を続ける大げさ太郎氏について、漫画家の宋光文氏が中国共産党の手先、香港の皆さん気をつけてなどと中国語でツイートしてたことが22日分かった。緊迫する香港にいる大げさ氏は悪質なデマで危険にさらされている、深刻な言論弾圧だと抗議をしているということでございまして、いやしかしすごいことになってますよね。中国共産党の手先スパイ、大げささんの身の危険を訴えたということでございまして、まあ、その中で私がどのようにご紹介をされたかと言いますと、わざわざ県内在住で参議院選の出馬経験もある出所康範氏ということで、わざわざ選挙に出たことまで書いていただきまして、フルネーム実名、ところが、この大げさ太郎さんはこれ、うんうん、ペンネームなんですよね。ですよね、思いました。あれ本名だっけな、はい、本名これじゃないですよね。猪俣東吾って言うんですけどね、猪俣東吾さんなんですけど、なぜか大げさ太郎氏というふうにペンネームで書いているんですよね。はい、私が、孫さん、この男が普段中共に親近感を持つ沖縄の極左暴力集団と懇意であることを同胞の方々にお伝えくださいというふうに、はい、私はそういうふうに書いた。いや私は実際これは確信があって言ってるんですよね。そもそも中共の共は共産党の共って私書いてないんです。これ沖縄タイムズのデマです。これ、ね、私は吉共、いわゆるね吉共の共と書いたんですけど、なぜかここでは共産党の共に勝手に書き換えられている。これは沖縄タイムズさんのデマなんですけど、まあ、実際にこの大げさ太郎さんっていう方は、まあ、そういった、ね、人たちと本当にお付き合いがあるのかないのか、まあ、私現場で見ているからよく分かっております。はい、そしてこの大げさ太郎さん、実は香港からこんな緊急電話を打ちました。香港より緊急報告、悪質なデマによって私の身の安全が保てない状況にあります。深刻な言論弾圧です。より多くの人に共有していただき、ここからが肝ですよ、マスメディアの方はファクトチェックに動いていただきたいです、助けてくださいっつって、自称マスコミと言ってるんですけどね、ジャーナリストなんですけど、この方が香港から、マスメディアの方々はファクトチェックに動いていただきたいです、助けてくださいとマスコミに助けを求めた、するとすぐ反応したのがこの沖縄タイムズさん、まるでその助けに、ね、こうするかのようにこのように記事を書いて、彼の援護射撃に移ったわけなんですよね。さてその大げさ太郎さん、皆さんご存じない方もいるかと思いますが、まあ、もちろんうちなんちゅうではございません。反基地活動に寄り添うために、まあ、わざわざ、はい、県外から移住された方でございまして、こんな感じの方でございますねはい、これ大げさ太郎さんらしいんですけど、これ何をやってるんですか、美咲ちゃん、これね、本当に何マークですか、これ何マークなんですか、皆さん ね、これ、まあ、大げさ太郎さんではという画像を友人に送ってもらったんですけど、まあ、これなのかなと思ったりもします。その他にこのように名護市長選挙では、はい、オール沖縄共産党が推す稲峰さんに寄り添い、ね、選挙をしっかりと負け、ね、負けたんですけど、はい、名護市民はスターバックスで釣られたなんて言って、スターバックスでね、なんか名護市民が稲峰さんに投票しなかったというようなデマを飛ばした張本人でもあります。そしてこのように、はい、これは高江の方でですね、東村か、これ国頭村の方ですかね、反基地闘争の現場で取材に来たファクトの記者に対してこうやって顔を近づけて、これ
て美咲ちゃんどう見ても喧嘩売ってますよね。怖いですね。はい、こういう人なんですよ、うん、実は、うん、こういったことは沖縄のメディアは全く取り上げません、うんうん、はい。ところが産経新聞さん過去に取り上げた記事を今日紹介します。辺野古で逮捕された大げさ太郎容疑者、基地容認派も知る有名人だった。沖縄県警が9日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設の抗議活動中に公務執行妨害と窃盗の疑いで現行犯逮捕した男は、基地容認派の間でも名が知られたいわくつきの人物であった。これ私が書いてません、産経新聞です。はい、逮捕容疑は9日午前9時ごろ、移設先に隣接する米軍キャンプシュワブゲート前で、交通整理をしていた県警の30代男性警察官から合図筒1本を奪い取って職務を妨害したとしている。約20メートル逃走した後、近くにいた警察官らに取り押さえられたというということで、20メーター逃げたそうです。逃げたっていうことは悪いことしたっていうの分かっちゃっているんでしょうね。だって悪いことしてなければ逃げる必要ないわけですから。はい、はい。東京都出身とされるこの男は大げさ太郎と名乗り、ラッパー、人力車夫、政治活動家などさまざまな顔を持つということでございます。なんか映画にもちょこっと、ね、出たこともあるらしい有名人。はい、政治的な活動は、この参議院選挙と東京都知事選挙で、左派いわゆる左巻きの候補の応援から始まったということで、沖縄でも全国から集う左翼活動家とともに東村高江でのヘリパッド建設に対する抗議活動を展開。もうここでいわゆる基地反対にも寄り添ってるっていうのもバレバレじゃないですか。辺野古でも基地建設反対の声を上げていたということでございます。そして偏向報道著しい沖縄県紙にはラップで平和訴え、不条理に言葉で対抗という見出しの記事で英雄扱いされたこともあると。つまり沖縄の新聞、どことは言いませんけど新報とタイムスのことですかね、はい、ラップで平和訴え、不条理に言葉で対抗って言って、まるで英雄扱いっていうことはもうどんな人かっていうの美咲ちゃん分かりますよね、うん、はい。しかし法を逸脱して傍若無人に振る舞う左翼反基地活動家にあって分けても、大げさ太郎容疑者の評判は基地容認派の間で散々であった、高江を皮切りに辺野古でも暴力の限りを尽くし、その過激さから仲間割れを起こし、善良で穏健な仲間たちの離反を招いた。沖縄県民はこうした外来過激派にずっと翻弄され続けていると言ったのは東村在住の与田さん。相手が無抵抗だと罵声を吐いて挑発し、上げ足を取り、いざ謙虚となると急に縮み上がって主張を引っ込める小心者、こんな輩が社会を荒らしているということで、まあ巷では消すから消すからとかね、いろんなお話がありますよ、はい、うんうん、消す消すとか言われておりますけどね、はい、まあ、こういった方がまあ取り上げられてるっていうことであります。さて本人の言い分もちゃんと載っけております。次のフリップお願いします。トン、さてこれが彼の言い分ということなんですが、大げさ太郎容疑者は名護署の調べに対し、ダンプカーを避けた時に棒が当たりそうになった、とっさに取り上げただけと話し、容疑を否認しているということでございまして、まあ取り上げただけなのにじゃあなんで20メーターも逃げたのかなっていうのがありますし、それがまた動画に撮られてて、ね、本当ですか、ガチャリっていう音まで入っちゃってるんですね。つまり手錠をかけられる音まで入っていたということで、まあ巷ではかなり笑いもんになった動画ではあったと私はね記憶しております。さてその大げさ太郎がですね、あの香港に行くことに危惧を覚えているのはこの方でございます。トン、はい、漫画家の宋光文さんですね、中国人の方なんですけど、日本が大好きで
日本であの漫画家になりたいということで一生懸命あの頑張ってる方なんですよね、まあ、その方が、いろいろ書いております。これ一つの、ツイートなんですけど、ちなみにこの親中派政党を沖縄からの独立活動 YouTuber が宣伝したということでこの前ツイートしてるんですけど、これ何かと言いますとこれなんですよね。はい、高山さん、これあの沖縄のメディアが沖縄でねもう本当に有名な YouTuber としてまあ取り上げて絶賛してる方なんですけど、まあ皆さんもぜひ後で見てみてください。再生回数沖縄で一番すごいんじゃないかと思うぐらい、はい、再生されてると思います。さて、はい、明日の香港区議会議員選挙の立候補者の一人が空論で、選挙活動、持っているポスターに QR コードがあったので取らせてもらった、そのサイトがこちらということでわざわざリンクまで貼っています。調べたら親中派の政党だった。マイクも使わずヘローと声をかけながらお手振りをするのどかな雰囲気だったと。いやーなんかすごい優しく書いてますね。わざわざリンクまで書くかと思うんですけど、リンクに飛ぶとこんなのが載ってたりするんですよ。すごい。これ実はあの、ね、今香港で戦っているあの市民の方々ではなく中国派の方のサイトに飛んじゃうんですよね。中にはもうとにかくこの抗議活動をしている人たちがいかにひどい連中かということばっかりバンバン書かれておりました。はい、そしてその方と、ね、香港で仲良く写真に写っているのがこの方でございます。先ほど大げさ太郎さんと香港から生配信をお送りしましたということでドーン。はい、この方は沖縄でも有名な琉球独立、はい、を、ね、標榜している方でございます。自称琉球王族のなんか末裔かなんからしいんですけど、その方と一緒に写ってるのはこの方でございますねいやなんか琉球独立派の方と関係あるじゃないですか、はい、これね。いやこういうことでしっかりといろんなものが残るんです。はい、そしてね香港1日目、はい、大げさ太郎さんと合流しましたということでね、ここに書いてるのが中国と香港、日米と沖縄の弾圧の構図が本当にそっくりと。あの全く違うんですけどね、香港で弾圧されてる一般市民の方と沖縄で辺野古でねあの警察官や地元の人に迷惑かけてる連中は全く同じ構図ではございません。甘えるなと言いたい、ね、命を取られる危険性も何にもないところで車にひかれないことをね分かってて車の前に飛び出すような連中と一歩間違ったら命を失うかもしれないね、そんな覚悟で頑張ってる香港の方々一緒にしたら恥ずかしいですよ正直言って。はい、そして今日皆さんにいろいろ紹介したい、せっかくね沖縄タイムズさんがあの私のことをね取り上げていただいたんで私いい機会だと思います。当然名前が出ればいろんな人たちがその名前で検索をするんですよ、うんうん、ですから私ねあの書かれたからといって下は向きません。逆にこの沖縄タイムズさんのおかげでねアクセスが増えたということで今日はいろんな動画を皆さんにご紹介します。まずこの動画なんですけどフリップ戻してもらえますかね。はい、せっかく沖縄タイムズさんが紙面で実名を書いてくれたので多くの方々が名前で検索しここへたどり着いた時にマスコミが隠し続けている沖縄の事実に気がつくように動画や画像をどんどんアップしていきますということで、さてこの動画何かと言いますとまずはご覧いただきたいと思います。沖縄のね西野記者が、活動家に取り囲まれている私たちを遠目に見ながらニヤニヤ笑っているというねとんでもない動画でございます。ではご覧ください、どうぞ。タイムス記者たちが来てるんですね、うん、あの切れたら一応ありますんで、はい、
美咲ちゃんすごいでしょ。怖いですね。そば、ね、から通り過ぎていってですよ、この横目で見ながら、はい、後ろで自分たちで名刺交換をし始めて、私たちがこの活動家に取り囲まれて前にも後ろにも行けない状態を見ていながら2人で、うん、って笑ってるんですよ皆さん。気持ち悪いです。でこのことがね、彼らが当時書いていたツイッターにも出ない、新聞記事にも出ないんです。報道すらしないんですよ皆さん。行動でね、一般市民がこうして取り囲まれてね、軟禁されてるのに、それを報道しないメディア、報道するどころかね、まるで仲間たちのように笑ってる姿、これどう思いますか。これがメディアと言えますか皆さん。だから私ね、あえてモザイクも何も入れない公開しますよ。だって私の名前もね、堂々と出してるんですから、私も出させていただきます。そういったことで、ね、どん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 動画をね公開させていただきますが、次の動画はこれでございます。はい、まずはフリップお願いします。トン、報道されない事実、父親が軍人で母親が沖縄の女性、スクールバスで基地内の学校へ通う息子が言った。お母さんごめんね、ごめんね、どうしたのと聞くとこう答えた。僕日本人が嫌いになっちゃった。だって金曜日怖い人がゲートにいるから、お母さんごめんね。母は涙を流し、こう抱きしめた。これ実話でございます。はい、私はこのね、子供にこう言われたお母さんからもう本当に泣き声でこの話を聞いて、私もね泣きたくなりましたよ、ね、ゲートのところでこういった子供たちに罵声を浴びせてる連中、家年超えてますよ、逮捕されてもね生活に影響のない65から75、つまり孫がいる世代そういったじいさんばあさんたちがね、同じ年頃の子供たちに罵声を浴びせたり、行く手を塞いだり、時にはねノーベース、ね、ヤンキーゴーホーム、そしてノーレイプと書いた札見せつけてるんですよ。こんなことが行われてるの沖縄の目で一切報道しない、どうなんでしょう。これが報道機関と言えるんですか。これがヘイトじゃなくて何と言うんですか。まずはね動画をご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。どうでしょうか皆さん。デマでも何でもないんですよ、ね、私のことをデマ野郎とか何とか言うんですけど、私たちちゃんと動画を撮っています。そして現場に立っています。それを県外にいる連中がデマデマデマなんて言うんですけど、ね、自分たちに都合の悪いことはみんなデマだという。でもこうしたね子どもたちへの攻撃っていうのは子どもたちだけじゃなくて女性にも同じようにね降りかかるんですよ。彼らはとにかく Y ナンバー、
アメリカの軍人軍属の車を見るとそのように襲いかかります。こういったことがね、目下されている。そしてね、こういった子どもたちがこのような行為で傷ついて日本が嫌いになったらどうするんですか。日本なんてね、二度と来たくないと、日本という国嫌だと、大人になった時に深層心理にね刻みつけられた子どもたちが日本のこと好きになると思いますか。まあそういったことをね、私たちはやっぱり正すために今ハートクリーン活動というのをやっています。ね、子どもたちを喜ばすためにマリオに化けたりクマに化けたり、いろんな格好をして、横断幕には You are our good friend と書いて、子どもたちに手を振ると子どもたちはね喜んで手を振り返してくるんですよ。あんな連中がね、日本人じゃないと、俺たちみたいのもいるんだっていうことをやっぱり行動で示さないとね、将来の日米関係ガタガタになります。だから我々は朝のね忙しい時間割いて現場に行ってハートクリーン活動をやってるんですよ。でもね、このように子どもたちにも容赦ない沖縄の反基地活動家の暴力、こういったことがね、平和としてね、非暴力の抗議活動として報道され続けている沖縄の現状、おかしいとは思わないですかね。さて、続きましての動画なんですけど、フリップをご覧ください。トン、これ何かと言いますと、この以前ですね、この東村の与田さんが救急車も通れないと発言したことがデマだと散々にね叩かれたことが実はあります。ではこの動画を見てほしい。このように道路をね塞がれた場合、救急車どころかツーリングの二輪すら通れないと思うのは私だけですかと、マスコミはこの事実にだんまりを続けていると。これはね、写真だけ見ても分かんない。まずは動画をねご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。皆さんどうですか。これが現実ですよ、ね、以前は平気で検問もしていました。その検問のね被害者が与田さんですよ。でもね、検問していることについて沖縄のメディアは全く問題視しないんですよね。はい、沖縄の警察も本気を入れて排除することもしないし、こんなのでね本当にいいんでしょうか。まあ九段のなんとか太郎もね、そういうふうな、まあ、道路封鎖をしてですね、地元の方々に散々に怒られたことがありますよ。すいませんって言って
謝ってるけど、その場だけですよ、謝ったってね、また同じことを繰り返すんですよ、ね、逮捕しない、検挙しないから同じことを繰り返す、これが未だに続いているのが沖縄の辺野古や、そして本部町の阿波のね、積み出し港の周辺で起きていることなんですよね。ですからやはり甘い対応、表現の自由っていうのにね、恐れをなして、ね、彼らをね野放しにしたことが今の混乱をね、私は生んでるんじゃないかというふうに思っております。さて続きましてのお話、まあ、彼らの無法ぶりっていうのはとにかくひどいです。フリップをご覧ください。トン、はい、沖縄の平和運動家たちは警察を恐れません。絶対に引かれない、絶対に逮捕されない、絶対に殺されないと相手を信じた上で行う、これらの行為を香港で戦う一般市民のそれと同一してはならない。彼らはそれを同一しさせようと必死になっています。騙されてはなりません。これ何かというとね、私が言いたいのは、この沖縄においてこの反基地活動家は平気で車の前に飛び出します、うん、でもそれは相手が絶対にね、自分たちは引かないだろうっていうふうに相手を信じてるからできること、ね、警察官と衝突しても絶対に自分たちは、ね、逮捕されないだろう、常に相手の良心を信じた上でやる。米兵に対しても一緒ですよ、ね、米兵は命令で決して抗議者プロテスターに反論してもいけない、ね、反撃してもいけないというふうに軍命を受けてます。だからね、あんな屈強な海兵隊員なんかじっと我慢してるんですよ、歯を食いしばってね。それを分かっててヤンキーゴーホームゲラーリ、ね、中指立ってファッなんとか言うとか平気で言うんですよ。時には車も蹴っ飛ばす、唾も吐きかける、ね、車を取り囲んでダイ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 と、死ね米兵、クソったれ、死ねアホって言ったって沖縄のメディアどこも報道しない。これが現実ですよ皆さん。こんなのがねテレビで流れたらどうなるか、沖縄の平和運動根底から崩壊しますよ。そしてね、時々逮捕されます。その逮捕された人間を彼らがどのように、ね、取り返そうとするのか、この動画でまずご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。やめてやめてやめて、釈放して、やめないよやめないよやめないよやめないやめない、やめない、移動してください移動してください、危ない危ない危ない、どこつくのよ、どこつくのよ、どこつくのやめて、危ないですよ、さてもう本当にね、このように警察の車両がね、いわゆる逮捕された犯人を乗せて警察署に向かおうとすると、目の前に次から次に飛び出すと、まるでねロールプレイングゲームみたいな状態なんですけど、
彼ら全く警察官を恐れないんですよ。で車の前に飛び出しても引かれないと思ってるから、ね、全然躊躇しないんですよ。こんな人たちが憲法9条を守れとか言ってるんですよ皆さん。しかしこういったね光景も沖縄メディアそこにいるはずなのに全く報道しようとしません。沖縄のメディアが報道する基地反対派は非暴力のねニコニコした笑顔のおじいとおばあたちばっかりなんですよね。時々何を間違えたか覆面の男を出したりしますけど、まあ、それはご愛嬌でございまして本当の姿というのは決して報道しようとしない。ですからテレビや新聞しか見ない沖縄県民は平和運動家のことをね本当に優しいね戦争嫌いなおじいおばあたちがやってるんだと思ってるんだけど、実態はですねまあそういった人たちもいますけど中には、ね、まさに極左暴力集団兵役でね防衛局員を取り囲んで暴力を振るったり車の中にメガホン突っ込んだり車を止めてね死ねと言ってね車叩いたりそんな人たちもいる。しかしそういったのは全く報道されない。本当にね年寄りだから、ね、平和的かったらそうじゃない。このフリップをご覧ください。トンこれ何だと思います美咲ちゃん。意味わからんでしょ。どういう動画ですか。これ実は動画があるんですけどね、うんうん、これ何かと言いますと辺野古で、うん、参議院議員の和田先生が凱旋に行った時にそこに襲いかかってきた沖縄のおばあの写真なんですけど、なんか犬のベロみたいですよね、うん、なんですか。これ違うんですよ。これ撮影をしているスタッフに、ね、平手でね殴りかかった時の動画なんですよ、はい、こんなのもマスコミ報道しないですよ。これも平和的なんですかね。繰り返しますけど決してワンコのベロではないですからねワンコのベロこんな感じなんですけどこれおばあの手ですからね。さて次はこういうのもあります、彼らは、はい新聞に出るときにはいかにもねサンゴを守ろう海を守ろうウミガメを守ろうって言ってね叫んでますよ、ね、そして、このサンゴが、ね、枯れたら工事のせいでサンゴが枯れたとウミガメが死んでいたとか言いながらあとボラが飛んでたらボラが飛んでますって言ってね大喜びして取り上げたりそんなことをします。でもねそのように、ね、ジュゴンやウミガメをね生息している海を守ろうって言ってるその海で彼らがやってることっていうのはこういうことなんですよね。まずは動画をご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。
ね、ウミガメにしてもジュゴンにしても魚と違って海上に一旦浮上して息を吸わないといけないんですよ。そんなね、海上に顔を出した時にこんな活動家たちみたいなボートがね、エンジンフルスロットルでスクリュー全開で走ってきたらどうなると思います？ね、ジュゴンの皮膚どころか亀の甲羅でさえ私は砕かれると思いますよ。本当にその海で生きている動物たちが大事だって言うんだったらこんな操船すると思いますか？彼らが守りたいのはそこにある自然やジュゴンやウミガメやね、サンゴじゃないんですよ。いわゆる彼らが守りたいのはそこにね、米軍の滑走路を作らせたくないという薄汚いね、軸も利己中なイデオロギーなんですよ。それを覆い隠すためにサンゴとかジュゴンとかウミガメとかそんなことを言ってる、まあ、その証拠に彼ら、ね、この海が赤く染まると米軍のせいだなんだかんだってガー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 アベガーとか言いますけど、自分たちが駐車場にね、車を乗り入れて芝生をすべて枯らして赤土を流出させたことには、そこにね、それを見ている沖縄のメディアどこも一言も触れなかったですよ。そこから流れ出たね、赤土はまるで大地が赤い涙を流しているようにね、流れていきましたよ。沖縄産コンハートさんが撮った写真なんか見るとね、本当に真っ赤な水が側溝に流れていく、そういったのを報道せずに、いかにもね、この海の工事だけが悪いかのような印象操作っていうのはどうかなと思います。私たちは現地に行ってるから分かるんです、ね、私たちのことをデマデマデマと言ってる連中はね、沖縄ではなく遠いところから、それもね、いかにも沖縄の関係者のような沖縄ワードを使って私たちを批判しますけど、連中なんか現場にいないですよ。自分たちの気の食わないことはみんなデマだと言ってね、罵ってるだけ。しかし私たちは違う、現場に行ってそこで起きていることを見、そこでね、言ってる方々の話を聞いてね、ちゃんと話をしてるんです。ですから動画を見ていただければ分かることがたくさんあると思います。さて続いてのやつなんですけど、まあ本当にね、この沖縄ではこの米軍関係者への攻撃っていうのがね、本当に卑劣なことが未だに続いているんですよね。さっきも言いましたけど、このアメリカ人っていうのはこの軍人軍属そしてその家族に対して命令が出ています。抗議者プロテスターに対しては決して反論をするな、決して反撃をしてもならないと。つまりどんな目にあっても彼らに抵抗するなと言われてるんですよ、ね、ところが沖縄の基地反対派は何をするかというとこんなことをやってますね。フリップをご覧ください。トン、はい、このヘイトスピーチ、まあ、このヘイトスピーチの定義はマスコミが決めるものではないと思う、この姿を見て皆さんが判断すること、ね、これから見せる動画を見て本当にこれが平和的な、ね、活動なのかどうか皆さん判断してほしい。でも今の沖縄でこれがおかしいだろうっていうとネトウヨと言われたり右翼と言われたり、平和運動を妨害するものといってそしりを受けるんです、ね、決して反撃できない相手に行われるこのような行為が本当に、ね、抗議活動と言えるのか、ヘイトスピーチではないのか、ヘイトクライムではないのか、皆さんの目でね、まずは確かめていただきたいと思います。ではどうぞ。Oh,
15分。いや本当にひどいですよね。まあヤンキーゴーホームギャラーリーっつってからね、こんな罵声浴びせる日本人の車に来ると国して「オスプレイに反対しましょう」っつって、自分たちが言うと「見てください、ここのオスプレイファンクラブの会長がいます、見てください」っつってやっちゃうんですよね、うん、私会長じゃないですからね、ちなみに、はい、CIC のエージェントでもございませんので誤解しないようにしてください。さて次のフリップご覧いただきます。とんこれ何かと言いますと、この基地の周辺で繰り返されるこの平和運動家と警察官のバトルがあるんですよね、まあ、この車が出入りするゲートのところで、あの車にもう向かっていく活動家の人たち、もう見て平和的じゃないんですよ。警察官の制止を振り切ってまで突っ込んでいくんですけど、誰一人検挙されない。それをね、私内側から撮りましたんで、これぜひご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。海兵隊は沖縄から出ていけ、鉄板工場専門の有罪者を求めて抗議の声を上げています。海兵隊は沖縄から出ていけ、鉄板機遅れを追い出す取り組み、ワイナンバーを取り締まってください。不良会人を取り締まってください。敵艦機オスプレイを追い出す取り組みです。海兵隊は沖縄から出ていけ、はい止めろ、こらあんた一歩だこいつ、こいつ赤信号でしょ、赤信号何やってんの、こいつ次々ほら次々赤信号でしょ、これ何やってんの、何をやってるんだ、あんたたちは。あらか。あんた、このところか。あれよ、じゃあ、ちょっと戻ってこら。何やってるんだ、わしか。最後の息子さん、出た、私たちの横断幕、米軍が、大型のワイヤーカッターと、鋭いカッターナイフで。はい、もう皆さんもそろそろ我慢の限界かと思いますけどね、もうプル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 してると思います。しかしね、これやられる方としてはたまったもんじゃないんですよ。実際にこれがね、中から撮った動画があるんです。これ実はあの乗ってたのはあのロバート・ディ・エルドリッチ博士、後部座席には当時中学生であった娘さんが乗っていた、その車に襲いかかった平和運動家のね姿、これが撮影されていますんでご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。
いや本当にね、どうですか皆さん、本当はもっともっとたくさんあるんですよ。これから順次公開していきますんで、ぜひねツイッターのフォローの方と、あと YouTube チャンネルでボギーチャンネルってありますんで、その方も見ていただきたい。そしてこのチャンネルさくら沖縄支局のアカウントもね、ぜひ登録していただきたいなと思っております。さて、まあ本当に沖縄ではねとんでもない状況になってるんですけど、このフリップをまず見ていただきましょうね。トン、はい、これ私の本当の思いなんですけどね、沖縄じゃ新聞記者様に盾ついたり質問を無視してへそを曲げたりしますと、新聞紙面に実名で書かれ、社会的信用を失墜させられ、時には職も失い生活の糧も奪われます。沖縄の王は知事ではなく新聞記者なのかもしれません。その王が寄り添う人々がこれです。ドン、怖いですね。寄り添ってるんです、こういった人たちに。これもそうです、これも新聞記者の皆さんが寄り添ってる人たちでございます。なぜならこの人たち、私たちがね行ってよこすのやめてくださいって言うと、あんたたち待っときなさい、今から新聞記者呼ぶからねって電話しおったんですよ、この連中。ありえないでしょ、ね、そしてこれもそうでございます、美咲ちゃん。どうですか皆さん、これすごい、これもね新聞記者の皆さんが寄り添ってる、大げささんたちも一緒になっている人たちの姿ですよ。はい、そして極めつけ、こんなのもいるんですよ。もう何も見えないですね。これ、いやこれ本当にいるんですよ。怖い。これ美咲ちゃん、これ見てほら、光ってるの分かります？もう娘が見たら大泣きですね。ね、こんな人たちいっぱいいるんですよ。ね、こういう人たちに、まあ、寄り添ってる沖縄のね新聞記者、そして反基地活動家、そして今回ね、ね新聞にまた、助けてくださいって助け船を出された、この大げさ太郎なんかもですね、本当におかしいなというふうに私思っていますよ。そして大げさ太郎、今まで私をね実はツイッターでブロックしていました。ああ、フリップをご覧ください。トン、はい、自称ジャーナリストさん、私のことをデマ野郎と罵りブロックしていたのに、沖縄タイムズさんが味方についた途端ブロックを解除しています。新聞がバックにつくと強気になるんです。誰とは言いませんが、ひどいよあんた、ひどいよひどいよということでございまして、はい、そしてね、いや本当にもう笑っちゃう。そしてもっと面白いこれもあります。フリップお願いします。私の予想、マスコミがバックについて偉くなった気分になり、私のブロックを解いた自称ジャーナリスト君、近々某新聞社の香港特約記者として素晴らしい肩書きがつくと思います。そうなれば堂々とマスコミを名乗れます、ということで、図星じゃないですかということで、するとこんなことをツイートしてます。そろそろ日本のメディアも香港にいる僕に電話取材とかしてもらって構いませんよ、連絡待ってますということで、すごいすごいですね。はい、そして予算もギリギリの状態で取材しています、香港取材基金へ支援をお願いしますということで、さあ皆さん支援します、しません？美咲ちゃんはどうします？しませんね。しないですよね。はい、そしてこれでございます。なんとその1日後、はい、ね、この、沖縄タイムズの援護射撃を受けた直後、私のブロックを解除し、おはようございますの言葉も言えないまま、ドボのような言葉を吐いていた5人、また突然ブロックしています、沖縄タイムズの陣痛力は1日しか持たなかった。ドン。またブロックされたんですか。いやね、本当に私のところにクソリップ投げた後、たった1日でまたブロックして消えてるんです、こんな人を、ね、沖縄タイムズは擁護してるんですよ皆さん、ね、英雄扱いして。これが沖縄のメディアの姿ですよ。自分もねほっぺた引っ張ったかれましたんで、これからどん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 こういったのをね、ツイッターや YouTube、 そしてねさくらで公開していきます。ぜひこのチャンネルさくらの YouTube アカウント、そしてボギーチャンネルのアカウント、ツイキャスのボギーチャンネル、私のツイッター、皆さんでねぜひこれフォローして応援をしていただきたいと思います。ということで本日の沖縄の声駆け足でございましたが、これにて終了させていただきます、最後までご視聴誠にありがとうございました。